いよいよやぞ。まさかあの悪路が。そうやね、やっぱりショックですか。そりゃそうだ、あいつ一番まともだったのに俺はここまで嫌われたんだ。いや、嫌われてたわけじゃないよ。あー、おほん。でも悪路さんわざと罪を着せようとしたわけじゃ。そう、それはもう分かったしね。うん、そう、相談部か。そう、誰かいる、誰かいるぞ。罪をね、わざと着せられようとしたわけじゃなかった。だから嫌われてるって思ってたけど、嫌われてたわけじゃないことも分かったし、みんなね、いつもこう置いてんねん、お前のことは。だから心配せんでいい。俺はただの嫌われ者なんだ。違うよ、そんなことないですから。こら、あんたたち、人がせっかく証拠品を持ってきたのに無視っすか。お、証拠品持ってきてくれた。もういいっす、帰るっす。有罪でもかっくらえばいいっす。ちょっと証拠品くださいよ。美味しい牛乳もありますから。楽しいトランプの手品はどうだいミスター。ハニーじゃないねや。ははは、いやー仕方ないっすね。でで、証拠品って何ですか。これっす。あ、持ってきてくれたんや。あれ、これ昨日アクロさんの部屋で分析結果が出たっす。後で見ておくといいっす。ちょっと見よう、すぐ見よう。事故の際バットが下がる本人の件。あ、あー来たー、少量の故障を検出。あー、つながった。よし、故障検出。これミニカちゃんからバットに送られたもんですよね。あの事件、事故の時につけてた故障検出。はい、わかりました。いたずらしたんやな。別に我々はあんたに味方するわけじゃないっす。ここまでの法廷の流れは我々の予想通りっす。カルマ検事かなり焦ってたみたいだけど、いずれわかるっす。我々昨日のうちに最後の手を打っておいたっす。最後の手。ああ、それから検事から伝言があるっす。判決の行方は最後の瞬間に決まる。以上っす。じゃあ自分は帰るっす。カルマがそう言ったのか。どういうこと、最後の瞬間って。さあ、あ、そういえば何、被告にサーカスの芸人たちから大量の差し入れが来てるっす。え、おらに牛乳っす。受付が給食センターみたいになってるっすから、早く飲むっすよ。みんながおらに。嫌われてないやん、全然ね。頑張れって言ってんねん。さあ審理再開。カルマ検事、先ほどの続きからお願いします。アクロスに証言をお願いする。被害者との関係について、その上で弁護側に立証してもらうわ。この証人に一体どんな動機があるのかをね。わかりました、では証人。はい、さあ行きましょう。証言お願いします。ついに動機だよ、大丈夫。なるほどくん、返事に困る質問をしないでほしいな。大丈夫よ、大丈夫、ほぼわかってる。被害者辰巳団長について、小さい頃俺たち両親に捨てられたんです。それで辰巳団長のサーカスに引き取られることに。アクロバットは9歳の頃からやっています。団長に恩返しがしたかった、そのために生きていたのに。うんうん、ふむ、関心な若者ですな。お聞きの通り、証人は被害者に大きな恩を感じている。こんなアクロスがどうして団長を殺害できたというのかしら。全くその通りですね。いかがですかな、弁護人。尋問するまでもないと思いますが、僕が今求められているのは、アクロさんがなぜ団長を殺害したか。まだ分かってないのならこれが最後のチャンスか。もちろん尋問する。尋問は弁護側の権利です。ふ、見苦しいわね。なるほど、龍一。なるふり構わず何とか動機をでっち上げるつもり。そんなつもりはありません。では尋問お願いします。はい、まあ、ポイントはいろいろあるんでしょうけども、俺たち、俺と弟の一平です。はい、それはいくつの時のことだったの、証人。俺が8歳で弟は4歳でしたね。あー、きついね、きつい環境やけど、今俺たち親なんか恨んじゃいませんよ。辰巳サーカスの仲間に出会えたわけですからね。いいこと言うな、裁判長目を潤ませてるよ。こういう話には弱いみたいだ。泣いてないでさっさと進める。辛い、辛かったよね、本当に。だから本当に、まあこの恩を返すなんてことはもうありえないんで、恩をあだで返すなんてことは。団長と何かトラブルはなかったんですか。一応聞いてるだけなんです。なんてこと言うの、なるほど龍一。この証言を聞いてもあなたにはわからないのかしら。証人の優しい気持ちが思い知りなさい。なるほど龍一、一
痛い痛い痛い、優しい気持ちがこれですか。やはりどう考えてもこの少年が被害者の命を狙うなど考えられませんね。お？どうも。そう、その言葉が聞きたかったわ、裁判長。なるほど君、私もそう思うよ。追い詰めてる僕がなんだか悪者みたいだな。どうかな、なるほど君。なんか尋問すればするほど心象が悪くなる気がする。それってどうやらこの尋問罠だったみたいだよ。またカルマケンジが。厳しいね。団長とあなたはどういう関係に？叔父に当たりますね。俺の親父の兄です。他に頼れる親戚もいなくて。っていうことはミリカちゃんとはいとこってことになるのかな。サーカスです。今から15年以上前のことです。当時は全然お客さんが入らなかったものですから、俺たちの面倒なんて見る余裕はなかったんです。でも団長はいつも俺たちの前では笑っていました。美しいお話ね。団長のために何かできないか俺いつも考えていました。いい人だよ、アクロさん。それは分かってるよ。だから辛いんだ。そうやね。別に悪いやつじゃないねん。そんな小さい子供がアクロバット。団長に無理を言ってやらせてもらいました。俺その頃から体がでかかったから、そのうち弟とコンビを組むようになりました。立ち見フライングチームといえばちょっと有名ですよ。私もアメリカで聞いたことがあるわ。すげえ、そすけ。とにかく俺何か役に立ちたかったんですよ。ますます関心な若者ですね。はい、尋問させられたと。この証人が被害者の殺害を考えるなど、ありえないようですね。その通りね。弁護人、あなたにお聞きしたい。はい、どうですか、あなたに証明できるのですか。アクロ氏が辰巳団長を殺害したその動機を。できます。ここまで来てできないとは言えません。それは頼もしいわね。では提示していただきましょう。アクロ氏が辰巳直人を殺害した動機を示す証拠を、あれです、これです、張り紙です。あの、確認します。アクロさんが辰巳団長を殺害した動機ですよ。そうですよね。弁護にも確認をお願いできるかしら。そんな証拠で一体何を狙っているのか。何を狙ってるって、今年の NG 大賞かしら。いや、ちょっと待って、違うの、これ違うの。いや、ちゃんとなるほどが説明してくれたらいけるはずなんやけどな。そうやん。早く立証お願いします。どれでいこう。よく考えた方がいいぞ。諦めるが存在してんねんな。どっちでいこう。じゃあ一回諦めてみるか。できない方向。そう、考えるまでもない。最初から明白なことだった。裁判長、団長を殺害した動機、それを、おし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 、これやこれや、こっちや。まあ、絡めて言おうと思ったんですけど、こういう顔してるから間違いないね。この動機がなかったことを証明する。だってアクロさんが被害者を殺害する理由はありませんからね。来た。相手。バカのバカさ加減はバカにできないものね。忘れたの？あなたはこの証人を告発したのよ。辰巳直人殺害の真犯人としてね。分かってます。結果的にはそういうことになります。結果的？アクロさん、もちろんあなたは団長を殺害するつもりなどなかった。あなたの本当の狙いは団長ではなかったのですからね。来た。よし、これや。一回間違えてよかった。アクロさんがこの犯行で亡き者にしたかった人物は辰巳直人ではなかったのです。そうなんです。そこなんです。罪をなすりつけるつもりもなかったし、辰巳直人を殺すつもりでもなかった。実はものすごくこれは偶然重なったんです。係官、構いませんから、うるさい人はつまみ出しなさい。弁護人、あなたは一体。なるほど龍一、あなたは一体誰だったというの。アクロスが殺害しようとしたのは。怒ってるこの人です。辰巳理香。
団長の娘にあたる少女ですね。アクロさん、あなたの本当の狙いは彼女だった。そうですね。でも彼女はあまりにも純粋すぎた。だから殺人者として告発するという文章にも興味を示さなかったんですよね。自分のことやとまさか思っていなかった。それぐらいの純粋悪やということです。答える必要はないわ。これは悪質な誘導尋問よ。そんなことはない。この質問には簡単に答えられる。違うのならば違う、それだけのことです。アクロさんは正々堂々とした態度で今まで裁判を受けていらっしゃる。さあアクロさん、聞きましょう。もう一度、私の発言を止めるなんて100年早い。あなたは弁護士ならなるほど。龍一、証拠を見せなさい。これか。この証人の辰巳理香に対する殺意を証明する証拠。 OK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 。 それがおそらく紙切れ。アクロスがその少女に殺意を抱いていたという証拠が、頼むぞ。これだ、張り紙。よし、知った。アクロさん、こいつに見覚えがありますね。それは辰巳団長の衣装のポケットから発見されたメモです。被害者のポケット、アクロスが書いたものです。殺人者に次ぐ。事件の夜10時、広場へ呼び出すための手紙でした。辰巳直人はその手紙で呼び出されたわけですか。そうなんですけど違うんですよ。そうなんですけど違うんです。ただここで一つ問題があります。問題、アクロ氏はこれをある人物のポケットに入れた。しかしそれは辰巳団長ではなかった。まさかそれが。そうなんです、その人物こそ辰巳理香さんだったのです。どうですか、どうなんですか。今の話は本当のことです。ただミリカさんはその手紙が自分宛てのものだと思わなかった。だからそれを事件の朝食堂に貼っておいたのです。アホすぎるよね、ほんまに。それを父親の団長が読んでしまったわけ。そうなんです、その通り。団長はミリカさんの代わりに現場に行ったのです。そして殺害された。ミリカさんの代わりに、先ほどのアクロさんの証言を思い出してください。胸像を持って窓から身を乗り出すのは無理ですね。俺の下半身は今は力を入れることができないんです。そんなことしたら俺の方が落っこちますよ。つまり見えていなかったってことですね。アクロさんは窓の下に来たのが誰だったのか見ることができなかったんです。じゃあアクロ氏はミリカさんがいると思って胸像を落としたんです。ねえ、なるほどくん、ミリカちゃん、これを今傍聴席で聞いてるんだよね。うん、これからもっと厳しい話になるはずだよ。トミーさんがこれを聞かせたかったね。ミリカちゃん辛抱できるのかな。これは聞かなあかんねん、大人として。アクロさんがミリカさんにこのメモを書いた。バカはバカなりのバカバカしい。バカがバカにバカな。バカのバカはバカ言えない。自分で言っててよくわからなくなってきた。とにかく、なるほど龍一、このメモにはこう書いてあるわ。事件の決定的な証拠を預かっている。そうですね、つまり辰巳理香を殺人者として告発していることになる。よくわかってるじゃないか。何？団長はその事件を知っていた。だからあの夜現場に行ったんです。可愛い娘さんの代わりにね。団長は気づいてた。だから隠したんです。あなたはメモに書かれている事件を知っているのですか。知っています。半年前の事件、もちろん知っています。半年前の事件、弁護側にはもちろん立証の用意があります。バカな。しかしそれは今回の事件に関係あるのですか。もちろんです。半年前の事件、全てはそこから始まっていたのです。アクロは、そしてミリカちゃんはどういう気持ちで聞いているのか。そうだったの、なるほどくん、多分。それならば早速聞かせてもらうわ。このメモに書かれている事件の決定的な証拠、これは一体何のことなの。これに答えられなければハッタリが見抜かれる。半年前の事件、メモに書かれた決定的な証拠とは、メモに書かれた決定的な証拠とは胡椒ですね。胡椒か、これスカーフですけど、まあ、胡椒でいこうか。入ってたんやもんね、これ木箱の中に。これです。むむむむむ、拍
クショハクショハクショハクショ、これは何の冗談かしら。なるほど、龍一当たった。よし、冗談なんかじゃありませんよ。どういうことですか。被害者は木箱を持ち去ろうとしていました。その箱の中に決定的な証拠が入っていたからです。またとんでもないことを。じゃあ弁護人、あなたはこういうわけですか。辰巳梨花さんはこの小瓶で誰かを殺害したと、そうとしか考えられません。バカのバカげたバカ騒ぎというやつね。それならば聞かせて。なるほど、龍一、辰巳梨花の手によって犠牲になったのは誰。まあ死んだわけじゃないんですけど、厳密に言うと現在意識不明の一平さんです。アクロさんの弟です。何を言ってるの、彼はまだ死んでないわ。確かにその通りです。しかしバットさんは半年前から意識不明。アクロさんが殺されたと感じたのも無理はありません。ミリカさんが彼をバカバカしい、証人の弟木下一平のことは当然検察側も調べている。彼は半年前ライオンに襲われて人事不詳に陥ったのよ。ライオンですか。ミリカ、タチミリカは確かに猛獣使いよ。でもライオンは人を襲う調教など受けていない。つまりミリカ城にはライオンに人間を襲わせることなどできるわけがない。そうやね、そうなんですけどもね、事故なんですわ。ふむ、ではその弟さんのことは。殺人事件ではなくただの事故だった。うん、ただきっかけがあるんだよ。どうする、誰も納得してくれないよねえ。本当に事故だったの、バットさんのこと。ただの事故ではなかった。ライオンがバットさんに噛みついたのはただの事故ではなかった。なんですって。懲りない男ね。なるほど、龍一、ミリカ城がライオンをけしかけるのは無理だったのよ。残念ながらライオンが噛みついた原因はミリカさんが作ったのです。これです。それはスカーフですか。アクロさん、これはバットさんが巻いていたものですね。そうです、このスカーフをバットさんにプレゼントしたのはミリカです。ですよね。このスカーフには血の他に別のものが付着しています。一体何ですか。胡椒です。胡椒、その通り。ミリカさんは事故の前にバットさんにこれを渡した。胡椒をたっぷり振りかけて。あれ、あツンツン、あツンツン、あれ、あの滑ったわけじゃないんですよ。あの本当のこと言ってるんですよ。ずいぶん勢いよく指を突きつけられましたが、一体それが何だというのですか。え、いや分からんすか。胡椒を振りかけたスカーフをプレゼントした。あ、なるほど、そうかそうか、ちゃんと伝えないと。どうやら裁判長はまだ分かってないみたいだな。なるほど、龍一、ライオンは笑ったそうね。おお、この証言を聞いている。笑ったライオンがですか。バット氏が噛みつかれる直前のこと、ライオンは一瞬顔を歪めて笑ったように見えた。ライオンというのは笑うのですか。聞いたことはないわ。しかしくしゃみはします。鼻はムズムズしますよね。レオンはバットさんに噛みつく気なんてなかった。あー、最悪や。もうただくしゃみをしただけだったんですよ。くー、えぐいわ。スカーフに振りかけられた胡椒のせいで。なんですね、これを恨みに持ってんねんね。信じられません、そんな意義ないんかい。どうしましたか、カルマケンジ。あまりのことに言葉を失ってしまった。なるほど、龍一、あなたは本気でこんな冗談みたいなことが起こったというつもりなの。もちろん実際に起こったんです。そしてバットさんは意識を絶たれた。こんな冗談みたいな事故でアクロさんは弟を失ったのです。だからこそ復讐しようとした、ミリカさんに。バカな。ふっふっふ。あ、冗談みたいですか。あなたのイマジネーションには感服しましたよ、なるほどさん。まさかこんな事故を真面目に主張してくれる人がいるとは。うわ、ちょっと喜んでるやん。
僕の言ったことに間違いないんですね。そうや、これは嬉しいはずやもんね。アクロさん、まさか、まさか証人認めるんですか、弁護側の主張を。なるほどさん、俺まだ捕まるわけにはいかないんですよ。そっか、ミリカが生きとるからか。故障、スカーフ、ライオン、こんな馬鹿げた話誰が信じられますか。うわ、踏みとどまったこいつ。それに何より大きな問題があります。何ですかそれは。決まってるでしょ、証拠ですよ証拠。俺が団長をめがけてマックスの胸像を投げつけた、そんな証拠がどこにあるんですか。え、決定的な証拠。その場合問題はやはり凶器ということになるわね。凶器、胸像。例えばもしアクロスの部屋からその胸像が見つかって、さらに被害者の血液が付着していれば決定的。確かにそれは決定的ね。どこにあんねんこれ。あの胸像か。なるほど君、なんとかならないの。これが最後の一歩だ。正しく踏み出せれば勝てる。家宅捜査を要求。弁護側アクロスの部屋の家宅捜査を要求します。どうやらあなたにはまだ分かってないようね。カルマ家の完璧主義の意味がもうしてあんの、もう今行かせてんのかな。その通り、我々はすでに昨日アクロスの家宅捜査を行った。結果は言うまでもないでしょう。もしそんなものが出てきたら証人として呼ぶわけがない。この証人の部屋にマックスの胸像はなかった。凶器は未だ行方不明よ。マジかよ。お聞きの通りです。なるほどさん、俺の部屋には胸像はない。家宅捜査は糸のこぎり刑事が抜き打ちで行った。そしてアクロスにはそのまま検事局に出頭してもらったのよ。セーフ。以上。いやいや、ちょっと待ってくれ。だって、いやちょっと待ってくれ。アクロは自力では動けない。だから隠しに行くようなことは無理。どうやら最後の最後、爪が甘かったみたいですね。しかし、あのメモやスカーフは、それがどうかしましたか。大事なのは団長を殺害した証拠でしょう。まあ、この事件においてはね。なんとかならないの、せめてせめて。そうだよ、凶器が、あの胸像が今どこにあるのか。胸像がどこにあるか。なるほど君ならわかるでしょ。わかるよね。わかりません。手がかりはゼロ。わかるわけがない。なんで俺にわかんねん。わかるわけないがな、そんなもん。どうやらここまでのようですね。しかもどうやって提示したらええねん。弁護人の反証は今一歩及ばなかったようです。ちょっと待って、証拠品で食堂から事件の猿。いやでも猿はアクロの部屋に持って帰りよるからな。どこに捨てたって猿を利用してもアクロの部屋に持って帰りよるから。やべえ、ご苦労様。なんでこれで全部なしになってまうのよ。申し訳ありません。なるほどさん、なんで謝んねん。ではこの証人に対する尋問をこれにて終了します。ダメだ、待った。誰、マックスの胸像がどこにあるか。弁護側には立証する準備があらりまる。言うてもた。うー、緊張してベロ噛んじゃった。なんだって。いた。なんであなたが一番驚いてるのよ。本当ですか、弁護人。なるほど君、僕ですか。はったりかますしかなかった。あとは任せた。なるほど君。そんな、アクロバットって命がけなんだよね。アクロさんは今までそうやって生きてきた。私たちも渡るんだよ、この細いロープを。そうしなきゃ負けちゃうんだから。今まで命がけで生きてきたことが関係してんのか。まさか分かるはずがない。ロジックの綱渡り、ミスは許されない。いつか罰か、もう進むしかない。凶器は、マックスの胸像は今どこにあるの。
宿舎内のどこかはない、サーカステント内のどこかもない、ということはもう法廷内のどこか、それしかない。え、法廷内のどこか、いやでもないないで考えた方がいい。取り調べ終わってる、うん、消去法で言ったら絶対これやから、もうこれや。もちろんこの法廷内です。もちろん、もっとはっきり言うならばズバリここです。え、まさか検事か証人席やけど、検事も隠してる感じじゃないから、もうこれしかない。ロジカルに行くならもうこれしかない。アクロさん、すみませんがその車椅子の膝掛けを取ってください。なるほどなるほど、この車椅子の下に隠してんのか。よく聞こえませんでしたね。なるほどさん、とぼけてる。だってもう消去法でそれしかないもんな。あなたは体が大きい、当然車椅子だって大きい。その膝掛けの下にならちょっとしたものを隠せる、そういうこと。胸像の一個ぐらい簡単にね。群れとるでこれだいぶ冗談がお好きなようですね。なるほどさん、そっか、こいつはタイトロープを渡る男。こういうひりついた場面でこういうところに証拠品を持ってきてるやつ、この状況で笑えるのは大したものだと思います。でも胸像はそこにあるはずなんです。あなたは一人では宿舎から出ることができない。そうやね、そんな状況で昨日カルマ検事が捜査令状を持ってきた。凶器の像を発見されてしまっては全てがおしまいです。とっさにそれを隠せる場所は一つしかなかった、その車椅子の中です。アクロさん、もう一度言います、膝掛けを取ってください。来た、お見事です。来ちゃった、負けや、カルマ。そんな、バカな、知らんかったよね、やっぱ、こんなはずは。ドントン言うてるわ。俺の負けです。さすがプロですね。お二人とも。お二人、迷いちゃんのことか、それともメイのことか、カルマのことか。カルマのことは一つ伺いたいのですが、どうして昨日になって急に家宅捜査なんかしたんです。なるほど。決定的な証拠は2つ、マントとマックスの胸像。マントは部屋で燃やしてゴミと一緒に捨てました。そっか、ゴミは毎朝ミリカが持ち出してくれるんですよ。でも胸像はそういうわけにはいかない。突然の家宅捜査、俺はそれを隠すしかなかった。そして隠す場所はこの車椅子の下しかなかった。そこまで読んでいたんじゃないんですか。俺はあなた方のクールな作戦にはまってしまった。ほら、カルマメイはね、ちょっとね、協力してんすよ、やっぱ。法廷の真ん中で凶器を隠してるのを見つかっちゃ、もう言い訳しようがないですからね。負けましたよ、なるほどさん、カルマケンジさん。うむ、やはりさすがですな。カルマケンジ、そこまで考えていたんだ。あの顔を見る限り、そうは思えないんだけど、ありえない。偶然かもしれんけど、カルマは、親父とはちょっと違うのよね。この私がしくじるなんて。なぜ私は家宅捜査なんかした。あんなことさえしなければ。正義の心があるのよ、メイには。どうやら私たちは真相にたどり着いたようですね、アクロさん。はい。あなたは、立見直人を殺害しましたか。はい、俺がやりました。来たー、自供。弟はミリカの気を引こうとしてよくいたずらをしていました。ある日弟はミリカに胡椒を振りかけたんです。ミリカはひどいくしゃみをしてみんなで笑いました。それでミリカは弟に仕返しを。それがあのスカーフだったんですか。彼女には悪気はなかった、それは分かっていました。ただ単純に弟にくしゃみをさせたかっただけ。でも俺にはそれが許せなかった。どうしても自分が何をしでかしたのか彼女には永久に分からない。
弟が欲しいなった。そんなバカげたことを信じて、無邪気に、あまりにも無邪気に笑っている。どうしても我慢できなかったんです。なるほど、レオンが死んだんだってそのせいやからね。ミリクはそれもそんなに自分のせいやとは言ってなかったですからね。なんてこと。ある意味あなたも被害者だったということですか。いいえ、はただの殺人犯人ですよ。俺は最初は自殺を考えました。次に自首をしようかと。でも俺はまだいなくなるわけにはいかなかった。だからマックスに俺の罪を。マックス、すまない。悪いと思ってたんや。やっぱ罪の意識が。俺はまだいなくなるわけには。つらい。不思議な事件でした。まるでそう、サーカスを見ているような。バカな、この私が貴様ごときに二度までも。とにかく今度こそ疑問の余地はありません。被告人に判決を言い渡しましょう。よし、来た。ふぅ、マックスかっこいい、スタイルいいな。では本日はこれにて閉廷。よし、元気取り戻してる。んー、おーしゃす、ゴージャスって素直に喜べないな。アクロさんも団長さんもミリカちゃんもバットさんも悪い人いなかったんですよね。どうなんだろう、僕にはわからないよ。おめっとうさん、おめっとうさん、ミスターマックス、ありがとう。もうどうしたの、この湿っぽい雰囲気は。アクロさんのこと考えると、ダメダメ、人のこと気にしてたら一生素直になんか喜べないって。はあ、うわーん、あ、泣いてる泣いてる、ミリカちゃんの涙や。わかったんかな、ミリカもさっきからこの通りだよ。うわーん、ミリカのせいなんだ。スイートハニー、バットもアクロももう帰ってこないんだ。このままみんなバラバラになっちゃうんだ。ミリカちゃん、弁護士さんね、教えて。なんだい、さっきアクロ言ってたよね。俺はまだいなくなるわけにはいかないんですよ。やっぱりアクロ、まだミリカのこと、ミリカに復讐しようとしているんでしょ。それは違う、そんなことはないよ。本当、本当にそうなの。ミリカ信じてもいいの。うん、アクロさんはもう復讐なんて考えてないと思うよ。それならミリカにも証拠を見せて。え、アクロがあんなことを言った本心を教えてよ。いや、恩返しやと思うよ。多分ナオト、立見ナオトさんのことやと思いますけどね。そのミリカちゃんをこれで殺す、まあ殺したかったけど殺せへんかったけど、最終なんていうの、このサーカスをもう盛り上げて移行的なことじゃないのかな。違うのかな。ちょっと可能性見ていいですか。証拠品、猛獣使いクラス、アイドル、立花さん、団長、ミリカの父親、そうか、こっちかもしれんな。ちょっと待ってくださいね。証拠品ファイルも一応、まだやらなければいけないことがあるのは、死んでないのからね。そう、そう。現在も意識不明やねん。まだ死んでない、バットは。で、それを、やっぱりまずは、アクロは気にしてるから、一緒にってことじゃないか。アクロさんは何としても捕まりたくなかったんだよ。弟さんが目を覚ますのを待つために、待つって言ってたから。そう、だからお前も待て、まだ生きてるんだから。そうやねん、そうだったんだ。死んだことに なってるけどお前の中ではね。捕まっちゃったね、アクロ。そうだよね、分かった。お前が待て、ミリカが。ミリカが代わりにずっとバットのそばにいる。バットが目を覚ましてアクロに会える日まで。そうや、それがいいと思うよ。ごめんね、バット、アクロ、
これでよかったのかな。わからん、わからん。なあマックス、なんだい、あんたにはほんと迷惑かけちまったな。いいぜ、いつ出て行っても契約は解消する、金も払うよ。ゴージャス、了解した。明日にでも出て行こう。これからこのサーカスはどうなるんだい。ああそれな、俺たちの団地の力はほんとすごいよ。マックス、ほんまに出ていくつもりないやろな。いなくなってもまだみんなをがっつりまとめちまってる。芸人もスタッフもみんな出て行きたくないって言うんだ。それでな、それで続けることにしたよ。俺っちが団長になってさ、やっぱり団長なんだよな。あんたに負けないゴージャスな世界一のサーカスを目指す。世界一だって。ああ笑うなよな、それすごいですね。わあ楽しみだな。よかった、それなら話は違ってくるな。来た、よし。世界一のサーカスには絶対必要なものが一つある。そうや、世界一の魔術師、世界術のイリュージョン、世界一のイリュージョン、世界術の俺でもだ、世界一のイリュージョン、そう、大魔術が。マックス、ゴージャスに行こうじゃないか、団長くん。ありがとう。ほら、ミリカちゃんも。ミリカはもう、いいよ。何言ってんだよ、ミリカ。今日何のために連れてきたと思ってるんだい？みんなで生まれ変わるんだよ、立見サーカスは。そう、ミリカの犯罪は、犯罪というか、ミリカを殺人者として告発したのはアクロやけど、実際あれはね、事故ですから、やっぱりミリカのせいですけど、事故ではあります。だからもう罪とかそういうことじゃないからね、スイートハニー。なるほどくん、なんとかうまく収まったみたいだね。絶対見に行くよ、世界一のサーカス。最高にゴージャスな席を用意してお待ちしているよ。ま、ちょいと時間はかかるけど、よし。でもお前団長やったらなんとか良さそうな気するわ。怖い、何これ。そうか、決め手はやはり、何これ、ご指示の通りだったっす。昨日の家宅捜査で聞いたっす。あの、見抜いていたっすか昨日の時点で真相を。まさか。ただもし彼が犯人ならば結末はこれしかないと思った。弁護士があの男ならな。なるほど、龍一ですか。さて、そろそろ飛行機が出る時間だ。ミツルギなんちゃうんこれ。アクロスのことなら悪いようにはしない。私がそっちへ行って検事局長と掛け合うつもりだ。ほら、ではお待ちしているっす、ミツルギ検事殿。来たー。うわ、めっちゃ楽しみ、次の話。さらば逆転でお会いしましょう。では。